はい、というわけで今日もやってきました。以前もねここのエリアは、探検したんですけども、まあ、そのエリアの手前、まあ、入り口ですね、ここは撮影したことなかったんですけど、ちょっとここから始めようかなと今日思います。昔はねここ商店だったんですけども、もう今は、全く機能してない、廃墟になってるんですよね。おそらくねもう大昔からあった場所だと思うんですけども、今はもう現在人は住んでなくて、もう今もう完全に廃屋になって、屋根はね抜けてますね、向こう側ね。ちょっと見ていきましょう。で以前はねここは本当に商店だったので、まあ、お酒を売ってたりとか食べ物とか、まあね、日用雑貨を売ってたりしてた、場所なんですけども、いつ頃なくなったのかわからないんですけども、なんか最近まであったような気配もするんですけど、なんかその、ネットとかね Google マップ見たらね、でもまあ見る限りねもう昭和の70年代ぐらいにはなくなったというか、そんな雰囲気があります。かなり山の上です。大きな家があるんですけど、ですね。
そうですね、これは。じゃあそこにもね家があるんですけども、ちょっと道が厳しいですね。はい、というわけで、今日はですね藤尾集落っていうところにやってきました。まあ、こんな感じでね、あの地図にあの小学校跡地とか、まあ、そのさっきあの、ね通った場所とかをこの地図でね示されているということで、まあ、郵便局跡地とか、まあね、この辺の歴史をなんていうんですかね、まあ、学ぶというかそういうために、なんかある案内図ですけども、ちょっと今日はこの辺を、ブラッと しようかなと思います。まずはじめに小学校跡地から行きましょう。左手にも以前建物が建っておりましたが、もう完全に倒壊していますね。ここが、小学校跡地になってます。何もね、看板みたいなのないですね。その進入禁止みたいな。校舎も完全に、崩れてますね。で、ちなみにですね、今情報を見てるんですけども、1959年昭和、34年、航空写真一文字ができるほどたくさんの生徒が、いましたと書いています。で、校舎はね、過去にね火災で焼失してその後建てられたということで、今あるやつは、建て替え後の
やつなんですね。今写真見てるんですけども、もう周りはね、まあ山に囲まれてるんですけど、ほとんどなんか畑みたいなのがありますね。で、ちなみに、ローカルガイド口コミ、山間部にある、小学校跡で、見学の際は自己責任でお願いしますということですね。はい、続いては郵便局の方に行ってみましょう。ここですね、郵便局。落ちてますね。こちらが郵便局の跡です。あれは灰皿かな。当時は郵便局の中でもタバコ吸えたんですね。今はダメですけども。こちらが公衆電話、まあ、この街中山の中ですからね、電話も、限られた場所にもしかなかったのかなということです。郵便切手処理、書き留め、速達、小包受付、まあ、電報、電話、まあ、保険ですね、税金関係の悠々ローン、お一人、20万円まで。どれくらいの時代だったんでしょう。まあ、間違いなく民営化のね、前やと思うんですけど。
昔の瓦だと思うんですけど、こんな感じで、針金でね釣ってあるんですね。シンプルに並べてるだけかと思いきや、こういう作りなんですね。これが保険のプレートですね。書き元気、字が古い。ここに住まわれてたんですね。でまだ車がここに置いてあります。局長の車だったんでしょう。というわけでね、3度目のね探索でございました。まあ、特にね変わったことはないんですけども、まあ、昔は人がたくさんいたという集落です。じゃあおそらくまあこの辺にはねたくさんの家があったと思うんですけども、まあ一軒一軒多分たくさん子供がいたんでしょうね。そっからなんですけども、今はもうほとんど残ってないということですね。まあ一つの心霊スポットでもあったりはするらしいですね、 SNS を見たら。でもまあこれがこんなとこ、このエリアがここにあること知らない方も、おられるみたいですね、そのこの市内の方でね。ということで今日はこんな感じでお送りいたしました。まあ、本当に珍しくね、なんか、この辺のね郵便局とか、神社跡とか、小学校跡とかのなんかその案内図みたいなのが残ってるので、なんで残ってんだろうなとか、まあそれだけここには人がいて、まあ、歴史があったということなんでしょうね。というわけで今日もありがとうございました。それでは失礼いたします。チャンネルがいいと思ってます。悪いと思ってます。